ってるんですか。何のプライドですか、これ。破綻です。民間に売却、まあこんなの合わせたら1兆円超えます。皆さんの大切な税金が二重行政でおかしなところに使われ続けてきたんです。もうこういうことをやめましょうということなんです。極めてシンプルな話です。払ってるのは皆さんなんです。しかも大阪の成長方向性すら定まりません。この10年間はバーチャル大阪都でやってきました。さっき冒頭申し上げた人間関係極めて脆弱ですがやってきました。そしたらまだまだ大阪力ありますよ。すごいな。やっぱり大阪の底力、これが発揮できるバーチャル大阪都というのをこれからは制度として一本化させてもらいたいんです。どういうことか。要は府市が一体の成長戦略をすることで大阪は成長します。成長すれば税収が増えます。税収が増えたら財源が生まれます。その財源で医療や教育、福祉、住民サービスを増やすことができるんです。反対側、政令市じゃなくなったら住民サービス下がりますって言いますが違います。財源が必要なんです。それが証拠に10年前、さっき言った通り中学校給食もないおかしなところにどんどんお金を使う皆さんの声が届かない仕組みでした。しかも借金は5兆円、ものすごい多くの借金があったんです。このままいけば大阪市は財政破綻するとまで言われてたんです。そんな状況、政令市だから大丈夫、そんなわけありません。府市一体の成長戦略が必要です。バラバラにやる必要はないんです。市長が知事かどっちか一緒にやったらいいんです。一つにすればいいんです。10年間やってきました。2025年の大阪・関西万博も誘致することができました。これでね、まあいろんな企業が今入ってきてます。大阪にあれやりたい、これやりたい、空飛ぶ車を作りたい、それから万博は命がテーマですから、これから高齢化になっていく中でこう福祉の高齢者の皆さんの介護のための電動のアシストのロボットを作りたいとか、まあいろんな企業が入ってきてます。企業が増えれば、成長すれば税収が増えるんです。税収が増えたら住民サービス充実させることができるんです。これをやっていきましょうと。で、大阪府もこの10年間 1.7 倍に税収が増えました。法人関連税収、大阪市も 1.3 倍に増えました。成長するんです。これを目指していかなければなりません。バラバラにやる必要はありません。でもちょっと前の大阪府市の二重行政の時はどうでしたか。大阪関西万博誘致できました。万博の反対側にあるオリンピック誘致しました。大阪惨敗でした。大阪市が単独でオリンピック誘致しようとします。104票のうち6票しか入りませんでした。皆さんの大切な税金がいろんなところに、おかしなところに使われました。その時大阪市は単独でできると思い込んでやってます。大阪府は知らんぶりです。何ですかこの関係、市と府の関係。大阪の力発揮できてないじゃないですか。万博みたいに府市一体でやればいいんです。これからは府市一本の大きな成長戦略は大阪府で、大阪都で一本化してやっていけばいいんです。梅北もそうですよ。梅北もそうなんです。ちょっとここから北に行きますけども、ずっと空き地でした。あの空き地の状態の時、方向性も決められませんでした。平松さんはサッカー場を作りたいという、橋本さんはそれじゃダメだという、話まとまりません。ずっと空き地の状態でも府市一体になって、あの梅北のエリアも方向性が決まりました。同じ成長戦略でやってるんです。そしたら決まります。大阪が前進していきます。あの都心のど真ん中に大きな本物の都市公園を作ります。都心のど真ん中に緑です。ニューヨークのセントラルパークみたいになります。あのエリアは都心のど真ん中の緑は価値が高いんです。その周りにビルができます。産業が生まれます。税収が増えます。医療、教育、福祉、これを増やすことができます。この好循環を作っていかなければなりません。役所がバラバラにある必要はないんです。役所はこの大きな成長戦略でいうと、役所のために存在するんじゃなくて、大阪を成長するために存在するのが役所なんです。役所が役所のために存在したらダメ。大阪の力を発揮できる仕組みを作るのが役所の仕事なんです。この天守場もそうですよ。皆さん同じです。ずっとこれ役所でやってきました。でもこの公園、今民間に管理をしてもらってます。大阪の力を発揮するために、民間でできることは民間でやったらいいんです。そしたらどう変わりましたか。この天王寺公園、ちょっと前までここでなかなかファミリーが来るようなことはなかったエリアだったんですよ。ここはそれが今どう